ミリアム・オレマンスは、オランダ、北ブラバント州出身の元女子、プロテニス選手。シドニー・ゴリンの女子ダブルスで、銀メダルを獲得した選手である。1992年のウィンブルドン、混合ダブルス部門で、同じオランダのヤッコ・エルティンとペアを組んだ準優勝も、ある。キャリアを通じて、ウィンブルドン選手権を最も得意にした。WTA ツアーで、シングルスの優勝はなかったが、 ダブルスで3勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス25位、ダブルス19位。1989年に、プロ入り。1990年の全米オープンで予選3試合を勝ち上がり、本戦デビューを果たす。1992年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのオランダ代表選手となり、現役引退する2003年までフェドハイ代表の座を、 維持した。この年、オレマンスは、ウィンブルドンの混合ダブルスで活躍した。オランダの先輩選手や子、エルティンとペアを組んだオレマンスは、決勝で、シリルスークラリザネーランド組に6から7、2から6で敗れて、準優勝になった。ウィンブルドンの女子ダブルスでも、1997年に、サビーネ・アペルマンスと組んで、準決勝に進出している。 オレマンスは四大大会のシングルスでも、ウィンブルドンで好成績を出し、1993年と1998年の2度4回戦に、進出した。1993年の4回戦では、この大会の準優勝者になったヤナノボトナに5から7、6から4、4から6のフルセットで赤敗している。1994年は、全仏オープン1回戦で、 この年限りでのシングルス引退を表明していた37歳のマルチナ・ナブラチロワを破る活躍があった。1998年ウィンブルドンでは、オレマンスは5年ぶり2度目の4回戦で、ナターンシャ・ズベレワに敗れている。ウィンブルドン以外の4大大会では、いずれも3回戦進出が自己最高成績であった。シドニー五輪が開かれた2000年、オレマンスは、 年頭の全豪オープンで7年ぶり2度目の3回戦に進出し、第4シードのマリー・ピエルスに敗れた。オリンピックでは、シングルスは2回戦で、モニカ・セレシュに敗れたが、クリスティ・ボーグルトとペアを組んだ女子ダブルスで決勝に進出する。二人は準決勝で、ベラルーシ代表のナターシャ・ズベレワオリガ・バラバンシュコワ組を破ったが、決勝では、 ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に1から6、1から6で乾杯した。オレマンスとボーグルトはオリンピックのオランダ代表選手として史上初めてのテニス銀メダルを獲得したことになる。ミリアム・オレマンスは2002年のシーズンを最後に女子テニスツアーから引退した。最後の年もウィンブルドンではエレニ・ダニリルとの3回戦まで勝ち進んでいる。2002年全米オープンが オレマンスの最後のツアー出場になった。シングルスでは1回戦で、ペトラ・マンデュラに敗れ、一緒に五輪銀メダルを獲得したクリスティ・ボーグルトとの、ダブルスでは2回戦で敗退した。フェドカップには2003年4月まで出場を続け、オランダのフェド杯代表選手として、最長記録となる12年連続出場の異業を、残した。W イコール優勝、F イコール準優勝、 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。